こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はアンティークコイン投資から学んだお金に好かれるうまくいく人の習慣の1番目ですね。自分の強みを知り発信し続けると、今回からその考え方行動で最後習慣にしていかなきゃいけないので、どういう習慣をしていくとお金に好かれるかという話を、また順繰りしていきたいと思います。1つ目、まずは自分の好きを知り強みを知る。2つ目、大好きなことは苦もなくできレベル上げも容易。3つ目、強みを情報発信する。4つ目、継続はお金にも変化していく。この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、まずは自分の好きを知り強みを知ると。この自分の好きを知る、強みを知るっていうのは、時間とかお金とかですね、あとスペースとかですね、何に自分が主力を置いてるかっていうことを知ると自分の強みを知ることができます。ですから、例えば車の雑誌を見るのが大好きで YouTube もそれを見ていて、自分の車に何か改造ですね、マフラーとかホイールを変えたりとかっていう人は当然、自分の車が好きという強みを持っていると。例えばじゃあ、J リーグ、サッカーですね、サッカーが好きな人は J リーグ、日本の J リーグなんで、日本の選手で、どっか好きなチームがあって、それ以外のチームも全て知っていて、どこのチームに誰がいてっていうことを知ってるとか、どこに、行くと今日は試合をやってるとか知ってるっていうのが自分の強みだったりします。これがいろいろあって、今だったら動画を編集するのが好きとか、ゲームをやってゲーム中継をするのが好きとかですね、あとはインスタグラムでいい写真を撮って何か情報を流すのが好きとかですね、子育てに困っているお母さん向けに情報を発信するとか、いろんな自分の好きがあると思うんですね。なのでこの、自分のスペースに何が置いてあるか、さっきのだったら車の本とかっていう話ですし、次は、時間、自分の時間を何に使っているか、さっき言った YouTube を見たりサッカーの試合を見に行ったりっていうこと、あと話をしていたら元気になってくる内容ですね、エネルギー、自分のエネルギーが上がるというものもそれですし、あとはお金を使っているもの、何かを買うと、それが大好きだからお金を使えるっていうことなんで、このまず自分の大好きなことを知ることが自分の強みを知ることになります。これなぜかっていうと、2番目ですね、大好きなことは苦もなくできレベル上げも容易なんですね。素人の息を抜けないかもしれないんですけど、でもその今だと割と素人よりもちょっと高いレベルであったりすることが割と近づきやすいと、その講師の人に近づきやすいっていうようなパターンもあります。例えばもう年収100億円の人にサラリーマンの人とか近づいていけないんですね、話についていけないから。そうではなくて、前はサラリーマンだったのに起業して年収1000万になりましたっていう人についていくんですね。なのでまず自分が得意なこと、好きなこと、強みのことを知ることによって、それをどん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 レベル上げしていくと、より自分の強みをですね、お金に変えることができていくような、こういう形になっています。で、3つ目、強みを情報発信すると、結局一人でやってる分には、もう自分一人称で終わってしまうんですね。そうではなくて、私の強みをブログであったり Facebook であったり Instagram であったり、今だと YouTube で発信することによって、そこにファンがつくと、ファンが共感していくと、YouTube だったら登録者数が増えたり再生時間が伸びることによって、そこで広告収入が入ってくるっていうこともそうですし、何か、タイアップですね、誰か一緒にこれ動画を作りましょうっていうこととか、何かメーカーからですね、この商品を紹介してほしいみたいなことが来たりする可能性があると、これ今ソニーの Vlog っていうカメラで撮影してるんですが、この Vlog を買うって決めた理由は、やはりそういう
カメラとか電気製品の紹介をする YouTuber の人がいてですね、その YouTuber の番組、まあこれ、このカメラ1人が紹介してたわけじゃなくて4人とか5人とかが紹介してたんで、まあそれを見ていって私このソニーの戦略にハマったわけですけど、まあどこが優れてるとかどういうふうに使うとかをそのブロガー視点ですね、YouTuber 視点で教えてくれたからこそこの商品を買おうっていうふうに決めたわけです。でこのじゃあ YouTuber とかブロガーはどうかというと、まあ、それによってアクセスが集まってきて広告費がもらえたり、もしくはこれソニーの Vlog がもらえたかどうかわかんないですけど、ソニーから何かしらの謝礼が来たと思います。お金は発生しなくてカメラだけ来て早めにレビューできたっていうことかもしれないんですが、まあ、とにかく何かしらの恩恵を得るので、やはり情報発信するっていうことが非常に大事です。まあ私もその経営者向けとか、まだサラリーマンの人が起業する人向けに、まあいろんなことを、お金の稼ぎ方を教えてることもまだ講師としてやってるんですが、皆さんなかなか苦手なのがこの情報発信をするっていうことなんですね。この情報発信はとにかく自分の好きなことしか発信できないので、まあ私だったら最近はもうバニラですね、愛犬バニラの話と精神世界の話とコインの話をしているような感じです。まあ、たまに案件の話とかもしてますけど、まあ、これは好きだからこそ写真を撮ったり何か文章を書いて Facebook とか Instagram に発信できるわけですね。まあ、あとこの YouTube で話している内容は当然コインの話ももちろんしますし、どちらかというと私はもう真理、真実、真理が好きなので、どうすれば人生がうまくいくかということを話すのが最も好き、得意なので、コインだけではなくお金の器を広げるにはこうだとか、どうすれば成功するっていう話をこの YouTube を通じてしているような状態です。4つ目ですね、継続はお金にも変化していくと。まあこれ継続してやっていかないと本当にお金にならないんですね。まあこれテレビを見ていてもわかると思うんですけど、大企業っていうのはテレビ CM をずっとやってます。まあ例えば永谷園っていうブランド、お茶漬けですか、永谷園のお茶漬けとかふりかけとかずっと CM やってます。僕は子供の頃からやってるんで、もう40年50年多分 CM をしてると思います。まあ、じゃあ例えば花王っていうメーカーですね、洗剤作ったりこういうなんか洗顔を作ったりするメーカーもずっと CM してると、まあ、キッコーマン醤油の会社もずっと CM してる。なので継続しないと忘れ去られちゃうし、その情報をずっと発信し続けることによって、あなたという人間がその車が好きなのか犬が好きなのかダイエットが好きなのかお金を稼ぐのが好きなのかとか、いろんな情報を発信することによってそれをマネタイズですね、お金にしていくことが可能になっていくというのがこの継続ということになります。そろそろまとめにいきます。1つ目、まずは自分の好きを知り強みを知るということで、まあ、スペース、自分の家とか職場がどんなものが置いてあるか、で次は、時間ですね、自分が寝る以外の時間に何に対して時間を使っているか、次はエネルギー、何をしていると元気になるのか、で最後じゃないですか、もっとあるんですけど、お金を何に使っているか、マネーですね、お金を何に使っているかを調べることによって自分の好きを知ることによってそれが強みだということを把握することができます。2つ目、大好きなことは苦もなくできレベル上げも容易なので、まず自分の好きなことから一生懸命よりやってみようっていうことだと思います。例えばスノーボードをやって、それはプロのスノーボーダーなんかに勝てるわけはないんですけど、それでも素人なりにやり続けることによって上手くなるので、それで YouTube をやることもできますし、ちょっと教えるのに資格、プロの資格がいるのかどうかわからないんですが、まあ、教えることもできるようになったりすると、まあ、特に今だと女性とかは本当に Instagram とか YouTube で容易に稼げる時代なので、自分の好きなことにこだわって情報発信をしていくと本当にいいんじゃないかなっていうふうに思います。3つ目、強みを情報発信するっていうことで、今まで散々言ってきたんですが、私はコインにも詳しいし投資にも詳しいし、
マーケティングにも詳しいし、とにかく心理に対して詳しいです。瞑想したらどういう風になるか、その状況はどうかという話もずっと喋ってられるほどなので、まあ、そういう自分の強みを情報発信することが本当にお金になるし、それがお金に好かれる、習慣になっていくというふうに思います。4つ目、継続はお金にも変化していくことなんで、まあこれ YouTube だったらやり始めたらもう絶対やめないぐらいの気合でやっていくと、だんだんチャンネル登録者数も増えてきますし、再生時間も伸びていくので、このYouTube というのを自分の資産ですね、お金を生み出す資産と思って作り上げていくと非常にいいんじゃないかなというふうに思います。本日の動画はですね、ぜひ、ためになった、面白かった、良かったという人は、いいね、高評価をつけていただければと思います。あと何か、質問とか感想ですね、こういう動画作ってくれとかもあれば、コメント欄に記載していただければと思います。あとまだチャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。